何百万年もの昔、今現在砂漠になっている場所は海でした。そんな砂漠が一瞬で海になったら、かつて砂漠だった場所が水で満たされたら、地球上の生命は大きな変化を遂げることになります。真下からの強い空気を受けると、砂はまるで液体のような挙動を取ります。空気が砂粒同士の摩擦を消し、空間を生み出すのです。するとそれぞれの粒はまるで液体であるかのように自由に動き出すのです。地球の近くに下から強風を吹き上げる穴が開いたとしたら、砂漠はすべて流砂となって奈落へと流れていくことになります。エジプトのピラミッドやスフィンクスも沈むでしょう。砂の上に立つ大都市も消えてしまいます。サハラ砂漠は泡立つ大鍋のような姿になります。ラクダの対象はそのままドボン。でも動物に危害は及びません。流砂の中は酸素が豊富に含まれているので、彼らは泳ぐことができます。では世界中の砂が突然水に変わったら、突如としてそのようなことが起こってしまったら、世界中のビーチを危険が襲います。とある海辺のリゾートでエアマットレスに乗って日光浴をするご自分の姿を想像してみてください。サングラスをかけて、足の裏は寄せて返す波にくすぐられて、海鳥は頭の上で泣いているし、手の中にはアイスティーのグラス。最高の休暇です。しかし突然そのマットレスが動き出します。体に波が叩きつけてきます。サングラスを急いで外すと、さあ大変、あなたは大海原の真っ只中にいるのです。ビーチすべてが海に変わってしまいました。海は車が行き交い、家が建つ場所まで続いています。あなたは周りで日光浴を楽しんでいたはずのその他の観光客を助け、マットレスの上に引き上げてやりました。新しく海岸線となった場所まで泳いだら、家に帰ってテレビをつけることに。どうやら世界中で同様の事件が起こっているようです。何百何千というビーチが水浸しになってしまいました。水が街の通りや家をあふれさせています。人々は恐怖に駆られています。家を置き去りにする者、サーフボードを取り出して波に乗る者、世界中で慌ててビーチで起こる洪水を何とかしようとする間、5つ目の海が地球上に現れようとしていました。あなたは飛行機に飛び乗り、世界で最大の砂漠だった場所の上を通り過ぎました。サハラ砂漠の面積は950万平方キロメートル。ほぼアメリカ合衆国と広さが変わりません。何十億トンという砂が一瞬で水に変わったのです。水は一気に溢れ出し始めました。砂で暮らしていたトビネズミやサソリ、コブラ、その他の生き物は地球上から姿を消しました。近隣諸国は洪水で破壊的な被害を受けました。新たな海は地中海、紅海、ティレニア海をつなぎ、世界全体の海位が上昇したため、ほとんどの島国の人口は大陸への避難を余儀なくされました。沿岸部の都市では人々がカフェなどで贅沢に楽しんでいます。日光浴をする者、木陰で涼む者など様々です。しかしそこに突風が吹き、地上に影が差しました。人々が首をかしげてそれを眺めていると、その影が大きくなっていきました。顔を上げてみると、岸めがけて巨大津波が襲いかかってきています。砂漠にあった国はさらに深刻な打撃を受けています。洪水の打撃を真っ向から受け、小さな列島へと変わってしまったのです。港は何度も巨大な波の被害を受けることとなりました。世界で最も暑いと言われていた場所が海になってしまいました。もともとが熱い砂であった水は沸騰寸前の温度、蒸発するのも早く、巨大な雨雲が生まれました。湿度が急激に高まったため、気圧にも変化が起こり、強風が吹き荒れるようになりました。生まれた雲は世界中へと風の力で移動していきました。長い雨が世界中で始まり、すべてを水浸しにしていきました。水は世界の海へ降り注ぎ、冷えていきました。世界で最も暑い場所の気温が下がりました。気温の変化によって竜巻やハリケーンが生まれ、
世界中あらゆる場所で被害を生み出し始めました。地球の形が変わってしまいました。新たな海、湖、河川が世界中に生まれました。かつて地球の 70% を覆っていた海は、今や 90% を覆っています。幸運にもこの大災害は長続きしませんでした。砂は陸地の多くを覆ってはいましたが、深さはそれほどではありません。海の深さは砂漠の砂の深さに比べれば何百倍にも上ります。砂の深さが10センチメートル程度という話もざらにあります。一方、世界最大の砂丘は高さが45メートル。この場合、上がった水位は下には戻りません。しかし気候は下に戻るでしょう。だからといって安心はできません。毎年20億トンの砂塵が空中に舞っています。その多くの出所は砂漠。この砂粒には鉱物やバクテリアが含まれており、これが風に乗って地球全体へと行き渡ります。やがて海に落ち着く砂の量はその4分の1ほどです。バクテリアや養分が海の小さな生き物を育てます。植物プランクトンやオキアミがそれにあたります。彼らは小さな魚やクジラの餌となり、魚はより大きな魚、陸地の生き物を育てます。ですから砂が水に変わってしまうと、海から多くの養分が失われてしまうのです。しかしこの状況も長続きはしません。養分やバクテリアは新たな環境に適応し、蒸発する水に乗って雨雲へと動いていくことになるでしょう。海の生き物のうち多くの種は沖合から遠くはない浅い海で暮らします。砂漠が生み出した海はそのような生き物にとっては理想的な環境となります。熱い水の中でも暮らすことのできる動物が生まれるでしょう。熱い砂で暮らしていた生き物は海へ適応します。ラクダは泳ぎを知り、小さな爬虫類は水中で長い間息を止められるようになります。暑さと海の浅さが高温に強いたくさんの海藻を育てます。新しい海は色とりどりの海藻の生い茂る海の森となります。人もこの新たな環境とともに生きるようになります。海底に鎖でつながれた大きな木の構造によって、人は水の上で暮らすことができます。漁業が盛んになるでしょう。魚が人々にとっての主な食料源となります。車は役割を失い、ボートがより求められるようになります。高級車ブランドはヨットや船舶のデザインを始めます。泳げるようになる人は数を増やし、海辺の町の人々は皆泳げるようになります。砂が変化した水は、はじめ真水でしたが、海と混ざったことで塩分を得ます。人々は特殊なフィルターを開発し、水を真水に変えようとしています。世界の株価は上昇し、水不足で悩む国は一つもなくなっていきました。では、さらに海辺や砂漠以外の砂すべてが水に変わったとすると何が起こるでしょう。とりあえず世界中の砂時計が水時計に変わり、早く落ちるようになります。また建設現場でも砂は使われています。特に強い基礎を作るコンクリートに混ぜる原料ともなります。レンガや粘土は砂なくして作ることができません。木造を除き、ほぼ全ての家屋は崩れてしまうことになるでしょう。残った木造建築は湿度が高まったがために腐ってしまう運命をたどります。また砂はガラスの原料にもなります。鏡や窓、電球は作ることが困難になります。砂は水のフィルターにも使われていたため、安全に飲める水が減ることになります。道路では大きな渋滞が生まれることになるでしょう。というか、道路はなくなることになります。車を運転していたらタイヤがゼリーのようになってしまうわけですから、あらゆる車は影響を受けることになります。飛行機も滑走路に砂が使われているために飛ぶことができなくなります。残った交通手段は船のみとなります。砂は地球上あらゆる場所にあります。ですから水が土を湿らせ、押し流していくことになります。世界中がドロドロの湿地となり、動くことが困難になるでしょう。
湿度は高まり、毎日霧がかかるようになります。たくさんのオウムカデ、サンショウウオ、カエルなど湿度を好む動物が地球にあふれるようになります。昆虫の中には進化して大きくなるものも現れるでしょう。人間が生き残っていたとすれば、体の表面で水分を処理できるよう肌に鱗が生まれているかもしれません。地球はまるで SF 映画に登場するような姿になります。でもこのようなことはもしもの話、実際に起こることはないでしょう。